黄金色に色づいた田園地帯をゆったりと流れる一級河川雄物川。全国有数の米どころ秋田県は海岸線を除く三方を山に囲まれ、古くから山の伏流水を利用した酒造りが盛んでした。今その酒造りに画期的な試みを挑んでいる経営者たちがいます。その名もネクスト5、次世代の酒造りを担う5人の蔵元技術集団です。このグループの最大の特徴は、メンバー全員がそれぞれの醸造元の経営者であると同時に、自ら酒造りに携わる専門技術者でもあるという点です。ネクスト5が生まれた背景には、日本酒を取り巻く厳しい環境があります。清酒の国内出荷量はピーク時の40年前に比べて、今はほぼ3分の1にまで落ち込んでいます。ビールや焼酎、ワインなどにずっと押されてきたからです。1970年代には60を超えていた秋田県内の蔵元は、今およそ40に集約され、どの蔵元も生き残りをかけて必死の取り組みを展開しています。ネクスト5のメンバー5人の横顔をご紹介しましょう。まず荒政酒造の佐藤雄介さん。東京でフリーのジャーナリストとして働いていた時、伊豆の居酒屋でたまたま出会った日本酒に魅了されて、家業を継ぐ決意を固め、2007年に秋田市に U ターンしました。蔵元が酒造りに、関わって、経営だけじゃなくて自分の蔵の味を決めていくというですね、そういう動きがここ日本中で盛んになってきてると思うんですけれども、経営だけではなくて、作りの方も非常に達者で興味があって、自分の好きなお酒を作られているということでですね、そういう5人が技術交流のために集まったのが我々ネクスト5で、そういうことで我々は作る蔵元集団と、自分たちのことをそういうふうに言っている次第です。山本合名会社の山本智文さんも異色の経歴の持ち主です。アメリカの大学で機械工学を学んだ後、音楽プロダクションに入社し、2002年に地元の秋田県八峰町に戻って家業を継ぎました。ネクスト5立ち上げの発起人の一人です。ネクスト5は設立する際に、秋田県内の酒蔵で志ある後継者が酒造りに行き詰まったら、年上のメンバーから順に抜けて若手のメンバーと入れ替わるというルールも決めました。5人でもう出すんではなくて、情熱ある人を入れることによって、そのグループを活性化させたいという思いが一緒にあったので、そうしたのと、次 の, そういう蔵元が出てきてないので、できればどっか早く出てきて、どんどんこうメンバーが入れ替わって行きたいな。自分もいつでも抜けてもいいと思ってるんですけど、私の上にもう2人いるので、それは随分先になりそうなんですが、秋田のその若手も頑張ってますけど、今秋田のお酒非常に全国的に知名度が上がってきて販売も好調なので、そういう順調な時期にあえて現場に飛び込む必要があるのかっていうのも私も思いますけど、我々ネクストファイブはちょうど秋田の酒のその評価が高まる前に入ってきているので、厳しい状態だったからこそできたっていうのもあると思うんですよね。3人目は栗林酒造店代表の栗林直明さん。栗林酒造店のある秋田県美郷町6号地区は、古くから百清水と呼ばれる湧き水が豊富なところとして有名です。名水百選に選ばれていることから、栗林さんで7代目となる酒蔵の歴史はこの清水とともに歩んできました。栗林さんはネクスト5の仲間たちとの技術交流を通じて、自らの蔵をさらけ出すことになり、これまでにない緊張感が生まれたと振り返ります。本当ちょっとした些細なこと
もうすごい参考になるんですよね。他の蔵を見て参考になるっていうこともありますし、他のメンバーがうちの蔵に来て、仕込みをする、そのうちの仕込みを見られるというか、こう全部さらけ出すっていうことで、指摘を受ける時もあるし、こちらの方で今までやってきたことを改めて考えるっていういいきっかけにもなりましたし、そういった意味でも何ということはなかなか言えないんですけど、全てですかね、はい、ライバルといえばライバルなんでしょうけども、どっちかっていうとその一緒にこう戦ってるというか戦友っていう感じですかね、はい、秋田県五城目町にある福禄寿酒造は1688年、江戸時代の創業で16代目の渡辺光栄さんは最年少のメンバーです。地元の米、地元の水、地元の人と徹底的に地元にこだわり、地元に根ざした酒造りを信条にしています。最終的に出来上がったお酒、日本酒をお客様に届けるまでのそのアプローチの仕方とか、そういうところが一番こう勉強になるなとは思ってます、今でも、はい、本当感謝の気持ちいっぱいです。私なんかネクスト5で一番年下でですね、非常に勉強になることが多いですし、その聞いたこととかいろんなアドバイスを先輩方からネクスト5のメンバーの皆さんから、いただくことによって酒質の向上だったり、また会社だったり、そういう健全経営に向けて、勉強させられることが非常に多くて、非常に、なんていうのかな、心の拠り所というか、そういう思いでネクスト5の皆さんには本当に感謝をしております。ネクスト5もう一人のメンバーは秋田市で秋田醸造を経営する小林忠彦さんです。最年長の小林さんはネクスト5のリーダー的存在であり、秋田県酒造組合の技術委員長も務めている勉強家です。米どころの秋田は美酒王国としても知られ、日本酒は古くから人々の暮らしと深くつながってきました。創業以来520年以上の歴史を持つ酒蔵をはじめとする新旧の酒造メーカーはどこも美酒王国の名に恥じないうまい酒造りにしのぎを削ってきたのです。しかし日本酒業界はこうした長い伝統ゆえに醸造技術のブラックボックス化など難しい問題にも直面してきました。こうした現状にくさびを打ち、これからの秋田の日本酒業界を牽引しようと立ち上がったネクスト5、これまでの酒造りの常識を覆す試みに次々と挑んでいます。まず手掛けたのは定期的な利き酒会の開催でした。5人のメンバーが自社の銘柄の酒だけでなく他社のお酒も持ち寄って互いに率直な感想を述べ合うという画期的な取り組みです。また各社統一企画の燗酒を作るという新たなプロジェクトも始まり、アイデアを凝らした戦略も展開しています。しかしネクスト5のユニークな活動を最も象徴しているのは何といっても共同醸造プロジェクトでしょう。共同醸造プロジェクトは年に一度5つの蔵元が集まり、それぞれ得意とする醸造技術を持ち寄って一つの日本酒を作るというものです。酒母、麹、蒸し米、水、もろみの各工程を5人で分担して一つの日本酒を作るユニークな取り組みが評判を呼び、毎年クリスマスイブに発売する共同醸造酒は予約段階で完売する人気ぶりです。新世代っていうのは何もかもが未知のものというものでなくて、こういう木の素材とか一見もう失われてしまった技術とか、そういったものをもう一度こう再現したり復活させたりして、日本酒の文化そのものっていうものに関してすごくこう飲んでいただいた方が、共感していただいたり感心していただいたり、そういう日本酒が本来持ってたはずの魅力をこう改めて再発見して皆さんにお伝えするのも、これは新世代の日本酒の重要な役割なんじゃないかなと思っております。
5回やりましたけども、まあ、毎回違うテーマを我々で設定して作っていきましたんで、まあ、毎回多分今回はどういうお酒なんだろう、また今回はどんなお酒なんだろうというふうにはこう消費者の方が常に関心を持ったっていうのが、まあ、商品がどんどん本数出荷本数が増えていって知名度が上がっていった要因だと思います。まあ、支出もその通りだと思うんですけども、私たちの取り組みっていうのが今までにないような取り組みと、あとはそのお客様に対してのその触れ合う機会だったり、そういうお酒を飲むチャンスっていうのを今までとちょっと違う観点から、アタックしたのが非常にお客様に受けたんじゃないかなとは思っております。ありそうでなかったことって、まあ、企画自体がですね、まあ、ということもあると思いますし、佐渡に対する PR もそうかもしれないし、逆に私たちがPR というかそういった面以外で技術面で受ける影響の方も大きくて、両方結構大きくて、その辺がこううまい具合に何て言うんですかね、いい方に回ったのかなという感じがしてますけども。はい、この方法で5回続けた共同醸造プロジェクト、6回目を迎えた今回はメンバーで話し合った結果、これまでとは全く違う手法で醸造することに決まりました。その手法とは木元仕込みという江戸時代に確立された醸造技術です。木元仕込みは水と米、麹のみを原料とし、自然に住み着いた乳酸菌の力を借りて乳酸を作り出す酒造りの原点とも言うべき醸造方法です。しかしこの手法は当時の力量に左右され、一歩間違えると酒米を腐らせてしまうリスクを伴うため、これを取り入れている蔵は全国でも数えるほどしかありません。そのためネクスト5のメンバーの中でただ一つ木元仕込みを採用している荒政酒造の佐藤さんが、他の4人にその方向を伝授しながら6回目のプロジェクトを進めていくことになりました。大使やってる、あ、僕が一番人多い、一番多い、短時間的には引き込みとか盛りとか全然こっちが人全然非常に難易度が高くて、まあ、同時に非常に伝統的な製法なんですね。でまだまだ解明されてないところが多くて、非常に謎に満ちた、製法だと言われてます。非常に難しいのと手間が非常にかかるので、もっと簡単な方法にとって変わられてはしまったんですけれども、それでもやはり日本酒のこの2000年という歴史の中で、この木元作りというのはこう日本酒を進化させてきた、まあ、そういう一つの頂点、そういうような製法ですので、今回もう一度ネクスト5で共同醸造酒を作ることになった時に、ちょうど私どものクラブ、この木元というものを、テーマにですね、ここ何年かずっと酒造りしてましたので、ぜひ私としては共同醸造酒は、この木元作りでやらせてほしいと、まあ、そういうふうに皆さんお願いして、今回は木元作りでの共同醸造酒の、制作となりました。2014年12月26日荒政酒造に5人が集まり、共同醸造酒の仕込み作業が始まりました。多くの酒蔵では現在酒を仕込む際、昔ながらの桶に変えて温度管理がしやすく微生物のコントロールが容易なサーマルタンクや放浪タンクを使用しています。安定した酒造りができる利点があるからです。しかし木元仕込みで行う今回は、あえて温度管理が難しい天然素材の木でできた桶を使うことになりました。昔ながらの醸造技術への原点回帰を5人は選択したのです。1000年近く日本酒はずっと木で、容器で発酵して醸造されてたんです。ただまあこれもまた大正から昭和、また戦後に特になんですけど、まあ、こういう材質の代わりにいわゆる、まあ、放浪タンクという、まあ、鉄にコーティングを施したものが一般的に日本酒の容器となったんですけれども、ただし
本来日本酒の歴史を考えるとこういうもので作られた時代が長くて、まあ、木本と同様にこういった木の成分にはまだ未知のものもございますし、私としては非常に単にノスタルジックなだけではなくて、この木の香りや成分、こういったものが非常に日本酒にとっては実はプラスの役割をすごく果たしているのではないかと思いまして、今回は木桶のみならずですね、この木桶というもののこういう伝統的なものの力を借りて京都造酒をしたいと提案してですね、こういった木の入れ物で酒造りをすることになりました。この日は米と水、麹を混ぜ合わせたものをひたすらすりつぶしていきました。実はこの作業、体力的にも非常にきつい根気のいる仕事なのです。大変です。こんな江戸時代の人がこんな大変なことやってたのがちょっと半信半疑ですね。山本さんのところではこういったのもやらせてない。いや、やってないですよ。多分国内でもここまでちゃんとやってるとこあんまりないと思いますよ。いろんな微生物が関わりすぎてて、いまだにどういうメリットがあってやってるのかちょっと分かりかねると思います。これは元すりってですね、お米と、麹と水をまあちょっと加えたものを混ぜて、それだけだとそのなかなか溶けないので、溶けやすくするのをこう促進するために米を粉々にしてる最中ですね。今はあまりやらないんでしょうね。 99% の酒はやらないんですね。まあ、最近はでもこういう伝統的製法っていうものも脚光浴びてきてるので、若い作り手を中心にまたもう一回やり直そうというまあ動きはあると思います。最終的に最後にこうすくった時にズルって一瞬で落ちるぐらいが目安ですね。もうちょっとこれはまだまだ足りないですね。これ2番目ぐらいなので、すりつぶしては休憩を取り、またすりつぶすという作業を何度も繰り返しながら、重労働は半日続きました。すりつぶしがようやく終わったところで温度を測り、ビニールをかぶせてこの日の作業は終了しました。これで今日の作業も終わりですね。はい。進み具合としては順調なんですか。あ、そうですね。所定の目標にはしました。大丈夫です。この後の管理は今回のホスト蔵荒政酒造の佐藤さんに委ねることになります。ところで秋田県には秋田の酒による乾杯を推進する条例、いわゆる乾杯条例があるのをご存知でしょうか。では乾杯。乾杯。秋田県内で醸造された日本酒や地ビール、ワインなどを宴会の席での乾杯に使ってもらおうという狙いで、去年7月から実施されています。こうした乾杯条例の制定はこれが全国で7例目ですが、美味しい秋田の酒で乾杯しましょうをキャッチフレーズに、今美酒王国秋田の日本酒が再び脚光を集めつつあるのです。秋田市にある老舗の酒小売店、菅久商店。秋田県産のほぼ全ての日本酒を取り扱っています。もちろんネクスト5の蔵から出荷される酒はどれも店頭に並んでいます。秋田市内ではネクスト5の全ての酒が手に入る唯一の小売店とあって、地元だけではなく県外からの観光客も旅の土産にと買い求めに訪れます。小売店の人たちにネクスト5の活動はどう映っているのでしょうか。
昔はその自分たちの技術っていうのはその蔵独自の技術ということで情報をあまり公開しなかったんですよね。ただネクスト5のグループは本当よく集まって、うちでこういうお酒の作り方やったら良くなったから君のとこもやってみないかっていう、でうちはこれやってみたらダメだったからこれやんない方がいいんじゃないとか、なんかそういう感じで気軽に作りのことも作りの技術の交換ですね、そうやってお互いを高めていける関係になったと思うので、この僕らのお酒はおのおのすごいスピードで味が進化してますね。日本酒はある程度勉強して知識がないと飲んじゃいけないみたいな空気が長年あったんですけども、それをきれいに吹き飛ばしてくれて、日本酒を楽しむきっかけを今までとは違う切り口でたくさん作ってくれてるなと思いますね。味ももちろん美味しいです毎回。全国でも例がないこの共同醸造プロジェクト、消費者のみならず酒小売店からの期待の高さも伺い知ることができます。2015年2月この日、これまで伝統の肝と仕込みで仕込んだ酒母を使っていよいよ醸造工程の終盤三段仕込みに入りました。酒母とは発酵工程に入る前にあらかじめ酵母を培養して大量に増殖させた、文字通り酒となるための大元の酵素のことです。日本酒の仕込みは3回に分けて仕込まれるところから三段仕込みと呼ばれ、最初の添え仕込みに始まり、中仕込みを経て止め仕込みで終わり、あとはじっくりと発酵を待つだけとなります。仕込み自体はまあ今温度操作、はい、最後の微調整してて、まあ、予定通りに行きました。まあ我々としてはちゃんとうまく酒母は最終的には完成させたと思うんですが、これからその酒母の良し悪しで発酵の具合が決まってきてしまうので、しばらくその酒母に気が抜けない、まあ、ちゃんと観察しなきゃいけない状態が続くんで、ちょっとまだハラハラしてるんですけども、一応まあ経験上まあ大丈夫だろうと思ってますので、きっといい酒ができてくれると、信じてます。作り自体が難しいので、いつも同じ仕上がりにはならないし、まあ、それが魅力だと思うんですよね。まあネクスト5で作りましたけど、まあまあ、本当5人だけでできるわけなくて、もちろん大半の部分はうちの蔵人もこういろいろサポートしながら一歩一歩本当子供を育ててあげるみたいにいろんな人が関わってやっていくものなので、それぞれできるお酒の個性みたいなものもそういう違う何か他の酒と違うってところをなんかこう肯定的に捉えながら楽しんでいただくのがやっぱ日本酒のいい楽しみ方だと思うので、まあ、こういう木本とか木桶とかそういう作りの酒っていうのはそういう特徴もよく出ますし、きっとまあ初めての人にも玄人の人にも楽しんでいただける酒になってくれると思います。ネクスト5発足以来初めて挑戦する伝統の肝と仕込み、果たしてどんなお酒が出来上がるのか。メンバーの思いが込められた共同醸造酒はおよそ1ヶ月後に産声を上げて商品化され、ネクスト5-2015と名付けられます。販売されるのは国内向けと海外向けにそれぞれ1000本ずつ、極めて希少価値の高い日本酒となりそうです。
国内外へ羽ばたくその日まで、今回の共同醸造酒ネクスト5 2015は木桶の中で熟成を重ねながらじっと出番を待っています。世界市場を視野に入れた日本酒造りを追求する秋田の蔵元技術集団ネクスト5、巻き返しを図る日本酒業界は今ネクスト5の飽くなき挑戦を熱い眼差しで見つめ続けています。